どうも、グルフの三津谷です。いつもありがとうございます。今回は、右の肘をしっかり体につける。振り下ろすときに体から離れてしまうと、ヘッドスピードでないばかりか、ボールが左右に散らばってしまいます。これをどういう意識で振り下ろしたら、この右の肘が理想的な形で振り下ろされてくるのか、これを皆さんに解説、シェアしていきたいと思います。私三ツ谷は4000名の方が会話を作るで普段レッスンさせていただいてます。皆さん本当に感謝します。いつもありがとうございます。 そして動画見てくれてる皆さん、右の肘、わからないことを起きますよね。解決しましょう。では、早速いきたいと思います。スイングをするときに、右の肘の動きというのは非常に重要で、テコの働きを、この肘は担ってるわけですね。ですから、肘が振り下ろされるときに伸びてしまうと、ここで一気に、テコの働きがなくなってしまって、全くボールが飛んでいかない。 え、そればかりか、肘が離れることによって、クラブの軌道が大きく変わってしまいます。え、それによって、方向性も悪くなってしまうんですね。そこで、右の肘をどういう意識で振り下ろしてあげれば、理想的な形で降りてきて、さらにこの肘が体の近くに降りてくるか、ということなんですが、え、これは、 できるだけ肘を内側に絞りましょうということなんですね。えー、というのも、右の肘は外に開こうと思えば、どこまででもこうやって開くことができるんですね。さらに言うとグリップもこうやっては外れてしまえば、もうどんだけでも開くわけです。えー、ですが、内側に絞ろうと思っても限界があるんですね。まあ、無理やり全体をこういう風にずらすことはできますが、トップの位置に、この位置に上がっている状態で、肘をどんなに内側に絞ろうと思っても、もうこの辺が限界なんですね。えー、ですから、無理やりやろうと思っても、この肘が、 下に向くよりもさらに内側に向くなんてことは基本的にはないんですね。ですからトップの位置に上げているこの感覚の中で肘をできるだけ内側に絞る、ね。左のこの腕は真っ直ぐですよ。右の肘を地面の方に向けるんですが、もう感覚的としてはキュッキュッキュッとね、内側に絞ってるようなそういう意識。それで振り下ろしていくと。でそうすると少しこの肩周りですね。この辺が若干窮屈に感じることがあると思うんですが、それで構いません。 え、窮屈に感じているということは、力も、ま、無駄な力が抜けて、理想的な力加減で振り下ろすことができるということでもありますし、え、窮屈ということは、ある意味、まあ、いろんな動きをですね、自由を奔放にすることはできないということなんですね。え、限定した一つの形しかできない状態に、 まあ、限定されるということになります。ですから、振り下ろすときに、右の肘を内側にキュッと、キュッとこういうふうに絞った状態ですね。無理やりやると、グリップが外れてしまいますので、グリップを正しくキープした中で、肘を絞った状態で振り下ろしてあげる。この状態から、振り下ろしてあげれば、体の近くに降りてきた状態で、一気に振り抜かれることになります。この、肘を内側にキュッと絞ったこの状態、これが、 少しでも開いたり、そして体から離れたりすると、これだけで一気に方向性と、そのヘッドスピード、これがガクッっとですね、悪くなってしまいますので、そうならないようにするためには、この肘をですね、内側に絞った状態。この肘が絞られている状態というのは、右の肩の正面ですね、肩のおよそ正面、そこから外れていかない。肘が開くと正面から外れてしまいますね。ですから、おおむね、体の正面から腕が外れないように振り下ろされて、 最後まで振り抜かれているかどうか、これがですね、スイングにおける非常に重要なポイントになってくるということになります。皆さんがスイングするときに、それぞれの部分が、まあ、体の肩だったり、腰だったり、足だったり、頭だったり、それがどういうふうに動けばいいかわからない。そういうときはですね、人間の体のこの構造がありますね。それを少し考えていたら、自分のことですからね、構造ってなんかややこしいと思う人はいるかもしれませんが、でも、 やっぱり自分の体のことですから。 少し興味を持ちましょうよね。体は大事ですよね。ですから、自分の体はどうやって動いていくのかね。こういうふうに内側に絞っても、あ、こっちにはもうこれ以上いかないな。あ、こっちはもうどんだけでもいっちゃうな。こういうふうにですね、自分がどういう動きができるのか、人間の体っていうのはどういうふうになってるのか、それを少し覚えていただくだけで、理想的な形ですね。そこに持っていくことができますよということです。特に、この肘がですね、切り返されて下に降りてくるとき、そこではですね、腕が下に動きます。横に動かないように。 離れていかないように、下に向かって、ストンと落としてあげれば、そこには、体の回転もありますので、クラブヘッドが、自然にボールのところに降りてきて、ボールを打ち抜くことができるということになりますので、ぜひ皆さん、この右の肘、これが自分の,このね体の近くに下ろすためには、肘を内側にキュッと絞った状態、それを意識して、バックスイング上げて振り下ろしていく。 そんな意識でぜひやってみてください。皆さんが理想的なスイング、かっこいいスイング、綺麗なスイング、それはできるように、皆さんですね、一つ一つ、ポイントを押さえてやっていただければ必ずできるようになりますので、頑張って練習に励んでみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。